はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回はね、ガチャガチャですね。はい、こちら、はい、ワンピの実第2回戦っていうことでね、これ全6種なんですよね。全6種で1回500円なんですよね。はい、第1弾400円だったんですけど、第1弾以降はもうずっと500円なんですよね。はい、なのでまあ1回500円で全6種これコンプリートしたいんですよ。うん、普通にやったんじゃ多分相当これ沼るなって思ったんで、はい、これをね、私最初から全部揃ってるやつ購入しました。はい、まあちょっと割高っちゃ割高だったんですけれどもね。はい、まあ沼るよりは、うん、普通にコンプ最初から買った方がいいなっていうことでね。はい、では早速ねご紹介していきたいと思います。でこちらがね、あの例のカプセルなんですけれども、これを開けて、こうね開けて中のフィギュアを取り出して、でなおかつこのねカプセルが、あのこういう風にね連結してディスプレイできるっていうやつなんですよ。でもね、実際ねこれ間違があんまないんですよ、ここ。なのでこう飾ると結構ずり落ちちゃったりしてすっごい不便なんですよ。しかもこれ変にかさばるんですよ、これ。だからこんな風に飾ったらよほどでっかいケースじゃないと置けないんですよね。なので裸で飾った方がいいんですよ、これ。まあ見栄えはいいのかもしれないけど、うん、もうディスプレイには不向きだと思うんですよね。なのでね、これカプセルはっきり言っていらないですね、私は。はい、使わない。これはどうしてこうなったかなっていうね、ちょっと謎なんですけれどもね。うん、まあということなんでね、ちょっとフィギュアだけ取り出して、もう開封してね、もう早速1個ずつ紹介していきたいと思います。はい、全て開封し終えましたので一つ一つね見ていきましょう。まずはね、ゾロ、こちら。うん、まああのね、まあそのまんまっていうか、うん、まあディフォルメしたね、うん、この元絵があるんですよね。うん、まあそれに忠実に再現はされていると思います。はい、まあ、よくできてるっちゃよくできている。うん、そうね、このちっこい、このめっちゃちっちゃいサイズからしたら、うん、よくできてるよね。うん、細部まで色分けされてるし、うん、まあこれはこれでありだと思います。はい、でね、先ほども述べましたけどね、これのカプセルに飾る時なんですけれども、チが飾る用だとしても、まああのキャラによってはこうやって収まるんですけど、まあ、大きいキャラになるとやっぱりはみ出ちゃうんですよね。うん、だからね、よしあしだよなっていう話です。はい、はい、では続きまして、サンジ、こちら。はい、サンジはこれはやっちゃった感があるような気がするのは自分ですかね、自分だけですかね。なんだろうな、あの口ひげはね、うん、わかるんですけど、口が描かれてないからなんか変な感じがするんだよね。なんかこれサンジはちょっとこれは良くない感じはするな。いまいち。続きまして、キラー、はい、こちらのキラーはね、これはよくできてますね。はい、これは文句なしにいい出来ですよ。うん、このポージングもいいしね。
いや、これはほんとクオリティ高いな。マスクの造形もいいし、後ろのね、髪の毛もガチャガチャにしてはよく再現されてる。これキーラーはいいね。よくできてます。うん、かっこいいわこれ。はいはい、続きましてコラソン。はい、こちら。はい、コラソンもよくできてるね。これ似てるわ。再現度高い。いや、コラソンいいね。出来は、はい。続いてドフラミンゴ、こちら。すげえ、ドフラミンゴすごい、これよくできてるな。めっちゃボリュームもあるしね。こうボリュームもあるし、これ何よりもね、似てる。元絵通り。これはいい。ドフラミンゴこれいいな。うん。いや、これは再現度高い。はい。ではラスト、カイドウ、こちら。はい、カイドウもこれボリュームがすごいな。これだけなんかコストかかってる感じがする。でこれもね、すごい素晴らしいね。造形もさることながら似てるしね、もう色分けまでね、もうちっちゃいのにね、こだわりがありますね。いや、これはいい。カイドウこれいいね。うわ、もうサンジと比べたらもう全くの別物って感じ。いや、これはすごいな。後半の4体はね、素晴らしいね。サンジとゾロだけなんで手抜いたかなんだよな。はい、はい、こうやってね、見ていただけるとわかるんですが、私ね、こういう風に、飾ってるんですよ、ワンピの実のフィギュアは。はい、なので今回もこの中に入れたいんですが、ちょっとビブルカードがね、ちょっと邪魔なんで、これはね、取り出して新たに今回の第2回戦を飾りたいと思います。ではとりあえずね、今回ご紹介した、6つのフィギュア、こちらをね、回転台座に乗せて回していたいと思います。ぜひね、この機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。